なさい。ありがとうございます。遅くまですいません。騙されたね。誤報逮捕のくだりは何だったんだ。また薫が仮面の男として噂になっていることも聞き、どうにか接触しようとするが、どうしても会うことができず居場所も突き止められなかった。そんな時だった。鶴見薫が MO というオンラインゲームをやっているという話を耳にする。ちゅうことは、薫って本当に猫猫だったのかな。まだわからないよね。同じ頃中学生 A もやってるという話を聞き、やはり薫こそが中学生 A なんだと確信する。そして久我も MO を始めた。アルマを揺さぶることができるよう名前はアルマダにしてみた。アルマがそのハンドルネームでネットで推理小説を公開していた話は、久我も調べていたのだ。 MO 内部で中学生 A について探っていると、突然アイナというキャラからコンタクトがあった。話を聞くと、過去にメール交換をしていた相手、これリオですね、中学生についての情報を知っているといい、その名前はアキラであると言ってきたのだ。久我は A とは薫ことアルマだと思っていたので、アキラの名はとりあえずノートパソコンにメモしておくだけにとどめた。誰かに見られても大丈夫なよう、この情報はおとりのデータにしておこうと決めた。さらにアイナは直接話がしたいと深夜の港公園に呼び出してきた。過去に何度か会ったこともあるので、久我は誘いに応じた。アキラという名をどこから知ったのか、それだけでも聞いておきたかったのである。そして3月14日深夜、人通りのない港公園にてアキラは久我と再会した。しかし久我の顔はまるで別人の形相であった。アキラは憎悪は人をここまで変えるのかと驚いた。昔話などを持ちかけてみるが、どうも久我はそれどころではない様子だった。今の久我はとてもアキラに手を差し伸べる状態ではなかった。また中学生 A の情報にしても、アキラは自分だと素直に話した。はい。誉くんが泣いた。兄は優しい、いらっしゃい。ああ、素直に言ったんだ。自分大阪き大間くん、もうあるからね。自分大阪き明が中学生 A だと。しかし久我は本気にせず取り合おうとしなかった。そんなこと言っても構ってあげられないんだ、ごめんよ。がっかりだった。アキラは思った以上に自分が落胆していることに気がついた。自分はきっと幸せだった時の久我の幻影に縛られていたのだ。一方の久我の方も結局大した情報じゃなかったと落胆している様子だった。ダメだ、救ってもらえない、殺してももらえない。こうなったら私が彼を殺すしか救う道はない。アキラは用意していたナイフを取り出し、立ち去ろうとする久我を思いっきり切りつけた。久我は右腕に傷を負い倒れた。あっけに取られているせいか悲鳴は上げなかった。久我呆然とアキラを見る。アキラは自分の手のナイフを見て、これでは救われないことに気がついた。仮面が取れない、幻影が邪魔をする。違った、これじゃなかった。憎いのが久我をここまで夢中にさせている薫だ。そうだ、これは嫉妬だ。今ここでこうして久我を殺しても仕方がない。どうすればいいんだろう。そうだ、久我を殺してそれを薫の責任にしてみよう。そうだ、そこまで言うなら本当に薫が犯人だと思わせよう。本当に薫を犯人にしてあげよう。その上で薫も殺す。それなら大丈夫だ。ただ殺すだけじゃダメなんだ。
ごめんね。アキラは倒れているクガにそれだけつぶやくと、ゆっくりと公園を立ち去った。クガはアキラが去ってから急に恐怖がよみがえってきて、不意に大きな悲鳴を上げた。その声を聞きつけ、公園の管理員がやってきた。謎 BGM だったね。慌てて応急処置をし、救急車の手配をした。その後警察から事情聴取をされたが、クガは思わず犯人はいなかったと供述してしまった。いや、確かに自分を切った人物は自分の知ってるアイナではなかったのだ。彼女は今でも精神が不安定なのだろうか、別の人物だった。アイナの仮面をかぶった、誰か違う人間だったんだ。犯人はいなかった。クガは何度もそう自分に言い聞かせた。それからクガの退院後、アイナはアルマダに中学生 A を探す手伝いをさせてくれと願い出た。公園での自白は混乱していたのだということで、クガを納得させた。クガも犯人のことを隠しておいてよかったと安心していた様子だった。クガはじゃあ信じなかったんだ。つまりこうして大榊明はイズナの推理する協力者となったのである。そうだね、全員が病んでてもうぐちゃぐちゃになってたんだね、精神状態が。メインはリオとして普通にゲームを楽しみながら、アイナという副兵となりアルマダをサポートした。まずは犯人がアルマであるような情報をクガに教えた。これは彼女が事務所で私たちに話したのと似たもので、彼女はあの時アルマの部屋にいたというものだった。そしてアルマを誘い出すためにアルマの考えたネタを使ったユーザーイベントをしてみようと持ちかけてみた。クガが怪しいと思った人物はアレスト団に誘い入れてある。ここでイベントを開催して様子がおかしい人物がいないかクガが注意深く観察するという手はずだった。アキラはリオでイベントに参加し、参加者の様子を探ったり揺さぶりをかける役目を頼まれた。その様子をクガが後ろから見て確認したいとのことだった。しかしアキラは、ああこの時がいいかな、そう考えていた。そしてイベントの前夜、アキラは自分の使っていたノートパソコンを持ってウッズタウンに行った。そしてカオルの真似をしていたということか。そして仮面とカツラを使ってその近辺を少し歩き回ってみた。噂になればいいなと思いながらうろうろした。つまりカオルの犯行に見せるための伏線といったところだ。そして翌日、その後はおおむねイズナ君の推理通りの展開だった。クガの留守中にパソコンに自動操作ツールをセット。戻ってきたクガに別の靴を履かせ屋上に誘い出し、一緒に MO を始める。今回のイベントに、就寝し、心ここにあらずといった様子のクガは面白いように思い通りに動いてくれたそうだ。用意したノートパソコンは3台、クガのアルマダ用、そしてアキラが持っていた2台がアイナ用とリオ用であった。あ、それで2台あったと。ねえホマくん、ちょちょしないで。うん、2人で屋上からそれを使って操作する。そしてイベント開始直前、アキラは必死の形相を浮かべるクガの後頭部を棒で殴った。何が起こったのか理解できないといった顔を浮かべ、クガは気を失った。少し気が晴れた。でもこれだけじゃダメだ。ひとまずクガの体を引きずり屋上の端まで移動させる。ついでに靴も脱がして素足の状態にしておいた。靴は持ち帰って処分する。そしてクガのパソコンを使い、アルマダからアイナへ思わせぶりなメッセージを送っておく。これがクガがアルマを怒らせたきっかけになり、反抗をしたと見せかけようとした靴。そして今度はアイナを使いブレッドを挑発するようなことも言っておいた。もともとブレッドが好きじゃなかったアキラだったが、これで操作が混乱すればいいと思った。
そして一時、まず久我を突き落とした。ためらいはなかった。下を確認する間もなく、今度はアルマダで部屋のパソコン側にコントロールが移ったアイナを攻撃し、キャラデッドにする。そして最後にリオを使って悲鳴を上げ、アルマダと両方を使いながらイベントを開始させた。アルマダのイベント用のセリフは自動発言に登録してあったので、2キャラ同時でも操作できた。まあ賢いって言ってたからね。その時建物の下から騒ぎが聞こえてきた。救急車も来たようだ。アキラはログアウトし、ノートパソコン3台を抱え、騒ぎの中を悠々と立ち去った。帰り際、こっそり覗いて久我の遺体を見た。思ったよりも体は傷ついていなくて綺麗でびっくりした。はい、おやすみなさい。そして捜査が始まった。アルマダのアカウントを使い自分が犯人だと宣言したのは特に意味はないと彼女は言う。鍵の仕掛けで嘘をついたのもカオルのせいだと思わせるためのちょっとした気まぐれで、事件の捜査をしている探偵が MO にいたということを知り、なんとなく盛り上げようとやってみただけらしい。昨夜さんいらっしゃい。しかし本当にそうなのだろうか。そしてまるでその犯行制限が別れの挨拶だったかのように、久我のノートパソコンをゴミ捨て場に投棄した。ちょっと夏目入れてきます。夏目を招き入れる。またそうですね、雪イルカの件に関しても、雪イルカの殺害予告についてアキラはこう語った。うん、別に大した理由はなかったんだけど、まあ強いて言うならあの人気持ち悪かったからかな。そうだよね、ストーカーされてたんでね。なんとそれだけの理由だったらしい。どうやらストーカー被害に遭ったことを相当根に持っていたようだった。エモトプギャン。じゃあエモトは殺される運命。それなら知らない。なおエモトも犯人はカオルだと思っていたらしく、リオのことは完全にノーマークだったために簡単に電話で港公園に呼び出すことができたらしい。リオを逆恨みしていても少し甘えて接してみればホイホイと手のひらを返す、そういう男だったようだ。つまりあの時足止めさえしていれば、ああ妹は救うことができた。こういう、これは多分分岐的なものだったかもね。だから妹が生きているエンドもあるっぽい。そしてまあでもこっちの方がこっちの方がちょっとすっきりしました。あーなっちゃん来ちゃった。見えない、そこいると。アキラに疑いがかかっても我々の同情を買うことで自分から目をそらそうとした。すべて計算づくだったのだ。じゃあ鶴見薫くんもあなたが。うん、そうだよ。まあ手順は説明するまでもないよね。あの家の母親早朝のパートタイムやってるから、朝の配達のついでによればすぐできるからね。寝てる間に首を絞めて吊るせばいいだけだもん。で、遺書っぽいことを書き残しておいただけ。簡単だよね。はい、これでお話おしまい。 MO のイベントみたいで少し楽しかったよな。いや、しかし当時13歳の君がそこまで考えていたなんて。あ、そんなことないよ。あ、でもね、私思うんだ。ん？私たちって何のために生まれてきたんだろうね。こんな時代のこんな環境でさ、将来今の大人たちの尻拭いをしなきゃいけないのかな。子供ながらにみんなそれを感じ取ってるんだよ。不安なんだよね、自分の未来が。だから今さえ良ければいいって考えるようになっちゃうの。
そうしないと不安で不安で押しつぶされそうになるから、もういつだって死んでもいいように、いつ世の中が破滅を迎えてもいいように、やりたいことは今すぐにやっておかないといけないの。私たちの世代ってみんなそういう風に生きてるんだよ。ま、みんな自分でも気づいてないと思うけどね。確かにそうだ。政治家、官僚、企業の役員などのいわゆる立派な大人たちが次々に逮捕されていくような毎日だ。それで子供たちだけに犯罪をするなと言えるのか。こんなひどい大人の姿を見せておいて、子供には健全に育ってほしいなんて虫がいい気がする。私は何も言えず返答に窮していた。風刺の真似事うぜ。しかしこの男は違った。あ、来ますか。んなことはない。それは甘えだ。そんなのは少し前までは当たり前のことなのだよ。少しも当たり前、少しも当たりも前なのだ。後ろではない。いや、意味わからないから。自分たちを特別だと思いたいのは誰だってそうなのだよ。分かったら自分の悪さを社会のせいにするな。悪いのは君自身だ。むしろ今は素敵な道具も揃っているようじゃないか。贅沢だぞ君。なあ、くるみくん。え、何のこと言ってるんだ。ほら、あれだ。インターとかネットとか、とにかくそれ系のやつだ。インターネットのことか。そうだ、それだよ。それが言いたかったのだ。言ってたじゃんか。それはいいよ。いいかい、断言しよう。対外的なコミュニケーションさえしっかり取れるようになれば、世の犯罪は半減する。大事なことなのでもう一度言うぞ。対外的なコミュニケーションさえしっかり取れるようになれば、世の犯罪は半減するのだ。それは何より君自身が実感しているんじゃないか。ネットやメールはこれ以上ないコミュニケーションツールだぞ。たとえそれが機械の文字であっても、たった一言のメッセージであっても、それで心が救われることも大いにあるはずだ。あ、しかし特に多感な少年期では確かに悪い影響も強い。だからといって排除しようとするなんていうのは、言ってみれば交通事故をなくしたいから自動車そのものをなくせと言ってるようなものだ。包丁で人を殺す事件があったから包丁をなくせと言ってるようなものなのだよ。便利にするのも悪用するのもその道具を使う人間だ。道具に責任はない。そんな暇があったら有効利用をする方法を考えるべきだ。なるほど。言いたいことはよくわかったよ。ではイクルミ君、僕が先日君に言ったことは覚えてるか。え、これでその答えもわかっただろう。あ、なるほどね。結局私もそういうことだったのかもね。さすがだよね。でもその言葉じゃ私は救われないよ。残念だな。なんだこの少女は。こんな犯人は初めてだった。普通はもっと悔しがったり、劇場を表したりするものだが、彼女の落ち着きっぷりが妙に怖かった。やがてそうこうしているうちに、お化け部たちがやってきて大榊明を逮捕する旨を伝えた。今度は逮捕であることを、しかも保護観察中の犯行なので容赦しないということ。そんなことを伝えられたが、彼女は特に抵抗もせず素直にうなずいていた。その態度は驚くほど落ち着いたものだった。そして彼女は我々にも別れを告げに来た。彼女は我々を警部たちから少し離れたところまで連れてきて、何を言うのかと思ったらこんなことを言い出した。私まだ17歳だしね。きっと20歳までにはまた戻ってくるよ。そしたら今度はちゃんと一からやり直すからね。それが本心だといいがな。あ、楽しみにね。そう言って彼女は去っていった。これでようやく今回の事件は幕を閉じた。いや、しかし、それでも
私は一つどうしても気に残ることがあったので、大榊明を連れ去っていくおば警部を呼び止め、少しだけ彼女と話をさせてもらった。どうしたのイクルミ君、私に聞きたいことがあるんだって。うん、いや一つだけ気になったんだけど。うん、君がアルマダとなって犯行宣言をした理由だけど、それはさっきも言ったけど特に理由はないよ。本当に？どうして？いや、あの時アルマダが言っていたこの発言が気になってね。もしかするとこれが言いたかったのかなって。実は僕もどうしようか困っているんだよ。逆に聞くけど、何を企んでいてほしい？殺人者である僕はこれからどうすればいいんだろうか。そう、あの時からこのセリフだけ妙に気になっていたのだ。もしかすると彼女はアルマダを操作したかった、彼に触れていたかった、そしてかつてのように悩みを聞いてほしかった。あの時のアルマダのセリフは、久我を動かしていたからこそ一瞬だけ現れてしまった彼女のただ一つの本心だったんじゃないだろうかと、そんな風に思ったのだ。そのことを話すと彼女はしばらく黙り込み、やがてそっと微笑み、小さな小さな声でありがとうとだけ言った。それじゃあ私これで。あ、そうだ、ねえねえくるみくん。そんじゃね。いや、まさか。なんだ。伊豆名くんは何を話してたのか尋ねたりすることもなく、ただ去っていく大榊明の後ろ姿を見ていた。また会いましょうとかかな。なんだろう。また3年後にね、みたいな。ねえ、そうだよ、次の依存対象、次はあなたよとか。私も彼女の姿が見えなくなるまでじっと見つめていた。ふん、いつなちゃん。やがてその姿は霞んでいき、幻影だけを残していった。いくつもの仮面を付け替えながら人は生きる。多くの幻影を心に抱いて。終わっちゃった。あ、なんだ、あ、全ての選択を正しくすると文章が出るんだって。皆さんお疲れ様でした。なんか本当に、なんかねえいろんな人間が交差してるように見えて、結局はこの一人の少女の、トロノキバさん、エンさん、ありがとうございます。一人の少女の手の上でコロコロ転がされていたわけですね。あのセリフが分かる方が後味があれで深い僕の何の仮面かぶってます。サイコっぽいけどきちんと動機があって、あ、まあそうですね。まあとりあえずは久我さんがとっても不憫であって、ねえ、諏訪子自身も不憫であって、ちなみにエンドロール後にイズナちゃんから今回の評価を教えてもらいますわかりました。時間は足りますか？これちょっと文章見たいな。これでも枠外進行ですね。マー君ね、マー君結局リオが犯人だったとは言えないしな。あれこそとっても心に傷を負いますよね。
これ簡単に言うと久我がイケメンすぎたのかわりいいイケメンでした。俺待遇の悪い水木か待遇のいい曽我を値段でやったのかと思った。うん、私も最初そう思った。リオの親父が全部悪い。さあ見ます。イクルミさんお疲れ様でした。ああ、うん。なんだか終わってみると何とも儚い幻のような事件だったな。彼女不思議な人でしたね。あ、そうそう、さっき警察からこんなノートを渡されましたよ。ノート？なんでもアキラさんが私たちに預かっててほしいって。で、もし取りに来たらスワン子さんに渡してほしいと。なるほど。何が書いてあるんだろう。どうですか？あ、まあこれはスワン子さんに渡しておくべきものだね。ふーん、水木へありがとうと書いてあります。あ、そうそう、それはそうと、今回のイクルミさんの捜査の評価が出てますよ。う、しまった、それがあったか。はい、どうぞ。うむ、緊張するな。はい。まあこんなもんだよね。むむ、評価 C って書いてあるぞ。なんか微妙なラインだな。まあぼちぼちってところですね。ああ、一番面白くない成績。なんだこの微妙な悔しさ。普通の結果ということで。普通ですよ、普通。普通の人。しつこい。でもまあ、もう少し頑張ってほしいという意味を込めて、私が前に調べた捜査メモを一つ見せてあげますよ。うむ、一つだけなのか。悔しかったらもっと頑張ってくださいね。くぬーん。お、なんか秘密情報が来ましたよ。なんじゃこれ。木深涼介の秘密情報。彼は探偵をしながらずっととある占い師を探してるらしいが、その関係は不明。また彼の親戚がマリハマ近辺に住んでいるとの噂も。むむ、しかしそれでもなかなか興味深い情報が。うん、今のうちにしっかり見ておいてくださいね。ふーむ、なるほどね。あ、それはそうと、イクルミさん。はいな。さっき最後にアキラさんと何か話してましたよね。うわ、今になって突っ込んできたか。別れ際アキラさんが何か言ってたようですけど、あれ何を言われたんですか。あ、あれか。ごめん、また今度にするわ。あ、隠された。なんか怪しいですね。いやいや、時期が来たらきっと話すから。ふーん、そうですか。まあそれならいいですけど。それでこの日は探偵事務所を後にした。別れ際に言われたことか。その帰り道、私はあの時のアキラの言葉を思い返していた。ねえねえ、くるみさん、私ゲームとか作ってみたいな。勉強してくるから戻ってきたらよろしくね。でね、せっかくだからその時はさ、今回の事件をゲームにしようよ。うん、どうせならその時の最新ハードでさ。タイトルは仮面幻影殺人事件なんてどうかな。なるほど。その時の最新ハードがDS だったわけか。この締めなんですね。ありがとうございました。なんか逆転裁判と何ら変わってない気がするんだけど。あー、長かったけど面白かったですね。おすすめいただいたリスナーさん、ありがとうございました。
今日は3時間半やってしまいましたね。面白かった。はい、こちらこそ。じゃあまた何か思い出話ができれば。最後評価だそう。演技したらあの最後の言葉がわかるんだよね。うん、今日はね我慢しました。ちょっとあの水木ちゃんとこやばかったですけど。はい、じゃあ今日は長時間皆様ありがとうございました。明日の4時は大丈夫でしょうか。またじゃあ明後日予約取ってますので。お疲れ様でした。